こんにちは、すみやです。今日は新しいシースターについての第5回目です。シースター S30 のね、新しい画像がどこなのかよく分かりませんがリークされたようです。今まで公開されている写真とは写す角度が違っているので、なかなかねおしゃれなデザインが出てきましたね。それからシースター S30 の仕様もね出てきているようです。で、解像度はねフル HD のようです。ですからシースター S50 と基本的には同じ感じのね解像度になると思います。ですからドワーフ3の 4K のような解像度にはなっていないようですね。ただしねシースター S50 よりは画角がかなり大きくなってね、縦横 1.5 倍ずつぐらいになって、全体ではね面積でいうと3倍ぐらい映りそうな感じですね。非公式の情報ですのであまり信用しないでいただきたいんですが、シースター S50 と同じように縦長のね画像で撮れるようです。スマホ時代のね縦画面に対応しているっていう点ではシースター S50 と基本的に同じですね。ドワーフ3の方はね YouTube のね横長の画面が基本になってます。ですから YouTube のショート動画に対応するのがシースターで、横動画に対応するのがドワーフ3という感じになるかなという印象ですね。もちろんこれはねまだね正式な情報が ZWO から出てきているわけではないので、本当にそうなのかどうかはかなりねあやふやな面はありますけれども、とりあえず画角が今のシースター S50 よりもかなり広くなっている。ただしねドワーフ3ほどは広くないようですね。ドワーフ3は横長なので、それと比べるとね少し縦に大きく映せるんですけれども、横幅がかなり狭いので、それを横向けるとねドワーフ3の方がかなり大きくなりそうな感じです。今朝はですね3時ぐらいに目が覚めて窓を開けたらね明るい星が2つ見えてましたね。多分木星と火星かな。すごく明るい星が見えてたので、あ、これは撮影できるなと思って慌てて起き出して、せっかくだからね通勤者アトラス彗星撮れないかなと思っていろいろね準備はしたんですけれども、やはりねもう通勤者アトラス彗星は太陽に近づきすぎて残念ながら撮影はできてないと思います。まだね具体的に撮影したデータを細かくチェックしているわけじゃないので、ひょっとしたらどっかに映っているかもしれないんですが、今撮影しているソニーの ZV-E10 で撮影した動画と、それからドワーフ3で撮った動画と、シースターはね残念ながらね撮影できなかったんですが、無理やりねちょうど日の出の直前の太陽のあたりを撮影してみたので、そこに何か写ってるかどうかは分かりませんが、多分写ってないと思いますが、そういう感じでやってました。ドワーフ3を最初に設置をして、馬頭星雲と燃える木星雲を写してみました。横長の画面なんですけれども、縦にね馬頭星雲と燃える木星雲がちゃんとね画角に入ってました。でシースターでもねその後映したんですけれども、やはりね馬頭星雲を真ん中に入れると燃える木星雲はね上の方にちょこっとだけかすかに入るぐらいで、両方を一度に撮るのはやっぱりシースター S50 では難しそうな感じですね。今度の S30 になるとできるんじゃないかなと思われます。ドワーフ3でもね横長の画面で上下にちゃんとね入ってましたので、それよりさらに大きな縦の画面が S30 だと撮れるようですから、縦に広がったね星雲を同時に撮るっていうのは非常に S30 は得意かもしれませんね。馬頭星雲と燃える木星雲を撮るっていうのもあるし、夏になればね干潟星雲と三裂星雲を一度に撮るっていうことができる感じがしますが、どうでしょうか。とりあえずねドワーフ3でも両方映せるので、 S30 はさらにね上下にうまく
位置的には入るんではないかなというふうに思います。ですからシースター S30 はね、星雲を単独で撮るんではなくて、上下に広がった星雲を複数写すのにいい感じで撮れるんではないかなと期待しているところです。解像度はね、やはりシースター S50 とほぼ同じですから、大きく広い範囲を写す分だけ解像感はちょっと落ちるかもしれませんが、でそういう意味ではね、クローズアップした映像を S50 で写して、広範囲なものを S30 で写して、でさらに横長に撮るのはドワーフ3というふうに3つをね、使い分けるといいんじゃないかなというふうな感じがしましたね。このあとね、今朝撮影した馬頭星雲と燃える木星雲のドワーフ3の画角とシースター S50 での画角の比較をやってみたいと思いますので、ご覧ください。どうぞ。いかがでしたか。ドワーフ3、馬頭星雲、よく写ってましたね。燃える木星雲と一緒に写ってるのがいいですよね。はい、 S30 でもね、それができそうな感じなので非常に期待が高まりますね。まあ、ドワーフ3は横長、 S30 は縦長の広角撮影ができるというふうに使い分けると、非常に面白い撮影が2台で、そしてクローズアップは S50 でというふうに、3台のスマート望遠鏡をね、全部手に入れてそれぞれ使い分けるっていうのが面白いんじゃないかなと思います。それぞれね、コンパクトで軽量で持ち運びがしやすいので、3台をね、車に入れてもね、大きな望遠鏡を赤道儀とか積まなくてもいいので、非常に出かけやすいかもしれませんね。はい、ドワーフ3とシースター S30 をね、カバンに両方詰めて、バックパックに詰めてね、山の上に出かけて撮影するっていうこともこれからは広がってくるかもしれませんね。軽量コンパクト高性能なスマート望遠鏡が次々と出てくるので、楽しみが増えますね。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。さよなら。えいえいと。